らっしゃいませ YouTube ユーザー、ヨフイザカエルクロのクロワタアメとウマムシです。はい、どうも、はい、どうもどうもそんなコンビじゃないからね。関西の妖怪サバゲーマーさんとか骸骨いろいろとね、問題がある。そうですね。てなわけで、今日は9時間6分の耐久サバイバルゲームに来ました。まだゲームが始まってないんで、どうすか、キリッとしますね。ね、まだ元気、元気ありますね。何もやってないからね。ここから9時間6分ですよ。そうそうそう、結構長丁場になりますんで、最初から飛ばしすぎるとダメって言ってました。ダメってね、よく言ってるからね。はい、ここはまあゆっくりと、ただ中にね、ミッションゲームが数種類用意されてましたんでね、それもこなしつつ、正直ですよ、あの生きて帰れればいいかなって思ってます。あ、いやいや、俺運転あるからね。あその分、その分さっぴいて頑張らないと。そうですね、体力を取っといた状態で頑張っていきましょう。ではまた後ほどちょっとね、経過を取っていきたいと思います。ヒーローチームでーす。そう、ヒーローチームになった。はい、F プリンセスの伊藤さんじさんに会いました。はい、もうプライベートで来ております。わー、仕事じゃないの。仕事じゃないです、もう完全に遊びに来ました。この間のマッドサバイコ、最近よく会うな、本当に。本当よく会いますね。本当よく会うな。仕事一緒にしてるのもあるけど、本当よく会う。本当にもう出先出先で会うんですよね。そろそろさ、なんか連絡先交換した方がいいんじゃないの。 そうですね。でお互い予定確認して行こうか。ちょっと一緒に行こうかみたいな感じで ね。今日9時間6分ね、どんどんこの可愛い顔がね、どんどん下手ってくるんだよ。メイクは落ちるもんなんで。最後の方、もう最後の最後になったら多分ノーメイクに戻ってる。まあ確かにね、化粧直しとかしつつ頑張っていこう。アイドルだからね。そうですね、そこら辺大事だから、はい、はい、じゃあ頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。足の運動です。立ってる方は元気よく足を曲げ伸ばしましょう。特にかかとの上げ下ろしを意識しながら、腕を回します。体の外側と内側に。前後に曲げる運動。ここは上体の力を抜いてねじる運動です。腕を斜め上に。腕と足の運動です。素早く力強く動くように意識しましょう。上体を斜め下に上げて正面で胸を反らせます。体を大きく回します。手で大きな円を描くように。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を揺すってください。腕と足の運動。弾んだ呼吸をゆっくりと整えながら、もうちょっと頑張らないといけないかな。深呼吸です。ゆっくりと深く息を吸って吐きます。
日の体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。9時間6分よろしくお願いします。9時間6分頑張るぞ。今、うん、3時間経ちました。あ、嘘、3時間経った。あー、経ったね。3時間経ってますよ。うん、どうですか。え、まだまだって感じじゃないですか。もうね、全然余裕だよ、お前。もう超余裕。超余裕ですか。全然、もうあと3倍マジか。ま、3時間でしょ。そう、9時間でしょ。半分いってないのよね。あと6時間、あと6時間、あと6時間、6時間で、うん、通常のサバゲーぐらいですか。そうね。てか、要はぶっ通しだから、うんうん、通常だって休みやるからさ。そうですね。全然多分ね、あのフィールドに入ってる時間が違う。そうですね。で、復活戦だからすげえ。そう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 。ずっといて。さっきあのうちら黄色なんだけどさ、あのリスポで作戦会議、何あれ10分ぐらいやってた。何赤チームをやってたみたいで。でそれっていうのはもうなんかみんな分かってきてるね。どうするみたいな ね。ちょいちょい今ね、爆弾戦ね。ちょっと僕らもちょっと参戦していきますかね。行くぞ。はい、まだまだ3時だぜ。はい、そんなわけで、そんなわけでって最近よく言いますもんね。はい、そんなわけでね。9時間6分だけ、今何分、あと今17時47分ぐらいね。実際そうするとあと3時間ちょっと半ぐらいね。スタート時短何、どっち疲れてる、時間耐久だからね、疲れるよ。ね、今日の動画のコンセプトはただ一つ、あの疲労困憊していく様を皆様に時系列でねお届けしていこうかな。だから今、18時前ってことは始まっ、はい、6時間で始まるのがちょっと遅かったから5時間半ぐらいね。そうですね、5時間半ぐらいやってます、ね、5時間半やって、この顔ですよ、ね、まだでも大丈夫かな。まだね、うん、みんなね、あの休憩取るのが上手ね。そうですね、うん、いい言い方した俺。結構あのちゃんとあれですよね、うん、みんな分かってきてる。分かってきてる、分かってきてる。でもたまになんか飽きてくると、あのさっきも、はい、あの何リスポーン、うんうん、リスキルポイントまでこう単身行って、うんうん、こうなんか打ちつ打たれつ。なんかたまにあのカンフルしてこないとこうちょっと違った楽しみを入れつつ、わー来たわー来たみたいな、うん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 、たまにそういうなんか、おーすごい、何どうした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 、すごいな、急にやる気あるマンが、はい、絶対殺すマンがいたいな。なのでこんな感じで、まあ、またちょっとね時間が経ったら多分ね目が半分ぐらいになってくるんですよ、どん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 。もうすでにね俺あの昨日の睡眠時間のなさを痛感しております。まあ、あまり世間的には良くないけど、何時間寝たの？そうですね、3時間は寝てない。もうちょっと寝たい。寝てなかったですね。ね、サバゲの前の日ってちゃんと寝てないとゲーム出るよ、ね、うん、そう、出ますね。あの、さっきエイム買った方です。もうね、当たらない。全然当たらない。心が折れてくるかと思いました。なので、ちょっと出ました、外に。そうそう、勝ちに行く欲が減っちゃうんだよね。そうなんですよ。当てに行く欲って。そう。なんかダラダラプレイしちゃう。気持ち届かなくなっちゃうんで。そうそう、お互い気持ちよくないね、そういう打ち合いって、ね、うんうん。なので、まあ、もうちょっとね、気合を、あえて、もう言うならば、またさらに入れながらね、ちょっと残りの時間もやっていきたいと思います。あと3時間半ぐらい、頑張ろう。はい、頑張っていきます。
もう一回言おうとしてる、俺もう一回言おうとしてる。はい、残り40分、グダグダだグダグダだ。残り40分切りました。でもあれですね、特殊戦がなんかほら、みんなおいでよ、おいでよ、 YouTube 映りたい人おいでよ、入っちゃえ入っちゃえよ。そう、残り40分になってこういう感じなんだよっていう、ね、うん、あの9時間騒ぎやるとこんな顔になりますっていう、ね、そうですね、なんかこ うでも飛んで跳ねてる人もいるぐらいだから結構元気、元気、意外と元気だ、元気なんだけど特殊戦の時のなんていうんですか、あの盛り上がり方と終わった後の全員外に出てる感じ。いやだからみんな大人だからさ、メリハリを持って耐久戦やってるわけ。あ、緩急をつけてね、そう緩急つけないと、うん、まあ、緊急ミッション来た時にスクランブル出せるだけのこう余力を常に持ってて、よく喋りますね、こうなんか最後の本だって、まあね、めっちゃ上手。サバゲと喋りは別だから、ね、はい、顔に覇気がない。ちょっとね、どんどん削られてってんですよね。あ、コタさんだ。あ、来た。さっきちょっと来てください、もうおでこすごいの、ほらもうこれはもう勲章なんですよね、まあ、染みてる、ね、おかげで勝った。いやみんなね、命を削りながらですね、やっております。残り40分削り切っていきましょう。何、はい、そんなわけでまた言ってるよ俺。頑張ったー。はーい、9時間6分お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやよく動いたー。めっちゃ疲れた。すごかったっす。ヒット数が延べ約3000、両チーム合わせ、両チーム合わせて約カウンターが、ね、3000ですね。3000回のヒットコールが上がったんだよ今日ね。そして3000回のナイスコール、本当にもう素晴らしかったです。今はね、見事。はい、私どもは生き証人としてこの9月6日の、9時間6分サバゲーをね、語り継いでいきたいと思います。参った。はい、ありがとうございます。そんなわけでここまで見てくださってありがとうございます。また次の動画で最後締め、編集でうまいことやってわかりました。次の動画でお会いしましょう。ではあばよー。この世はでかいだからじまそうさ、今こそアドベンチャー。この動画が面白いと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。